ファーブルルーバは1737年にアブラハム・ファーブルによって設立されたスイス・ゾロトゥルンに本社を構える高級時計メーカーである。現存する時計ブランドとしては2番目に古い。腕時計のデザイン、製造、販売のパイオニアとしてスイス時計業界の発展に貢献したブランドの一つである。過去のアーカイブによるとアブラハム・ファーブルは自社工房を持った。 ウォッチメーカーであり、現在ではそのアーカイブの書かれた1737年3月13日は、スイスのルロックルの時計産業の始まった日として知られている。彼の息子の名もまた、アブラハム・ファーブルといい、素晴らしい作品を世に送り出し、父親の時計作りの情熱を、現在でも世界中で知られているビジネスへと昇華させた。1792年、 アブラハム・ファーブルは二人の息子であるフレデリックとアンリ・ルイと共にアファーブルフィルズを設立した。アブラハム・ファーブルは時計の素材や温度の違いにおける特性などに着目、時計の技術向上に注力し、正確で信頼性の高いムーブメントを世に送り出した。それは当時の最先端を行くものであった。四世代目のアンリ・アウグススはフレデリック・ファーブルの息子で、 アブラハム・ファーブルの孫にあたるのだが、ファミリービジネスを拡大する礎を作った。アウグストゥスの4世代目のファーブル社メンバーは、ウォッチメーカーや商人により構成され、1815年、ファーブルルーバのブランドを設立する。彼らはドイツから、ロシア、キューバからアメリカ、そして、ブラジルから中国と、様々な国を回った。19歳のアンリ・アウグストゥスは、 ファーブル家を世界市場でビジネスをする会社へと導き、現在、私たちの知っているファーブルルーバの石を築いた。フリッツ・ファーブルは1855年にアデレ・ファニー、ルーバと結婚し、後継者としてビジネスを引き継ぐこととなる。彼は、ヨーロッパ、アメリカ、アジアを中心にビジネスを拡大し、数多くの国際的な展示会に参加をした。 例えば1851年のロンドン万博や1853年のニューヨークフェアにて高い評価を受けることとなった。彼の息子にあたる6世代目は特にヨーロッパが危機に瀕している際、様々な市場に進出を図った。特にインドはファーブルルーバにとって重要な市場となり、ファーブルルーバはインドで初めて現地法人を設立したスイスト警戒者となった。 1908年に生まれたアンリエイ・ファーブルは7世代目にあたりビジネスを引き続き拡大した。南アメリカ、アフリカ、中東、東、アジア、ヨーロッパにオフィスを設けそれぞれのエリアの代表のポジションを設けた。彼は父親をはじめとする6世代目の先人たちと共に現在私たちの知っている代表的なモデルの数々を世に送り出した。 1925年前後、ファーブルルーバは、モノプシシュクロノグラフを搭載した腕時計を製作。1940年には、レベル素構造を持つ腕時計を製作した。このチームの下で、ファーブルルーバは、多くの革新的な腕時計を世に送り出した。代表的なムーブメントである、フロリダ101キャリバーは1955年に作られ、1957年には、 フロリダ103キャリバー、フロリダ104キャリバーという自動艦ムーブメントを製作した。1960年から1968年にかけてファーブルルーバーは黄金期を迎える。エクストラフラット、ツインバレル、センターセコンド、50時間パワーリザーブを有するフロリダ251キャリバーは1962年に発表された。1962年。 手巻き腕時計のビバークを発表。世界で初めてアルティタイマーとアネロイド気圧計を有する腕時計であった。ポール・エミール・ビクトルは南極体験中にビバークを身につけていた最初の人物である。そしてバルテル・ボナッティ、ミシェル・ボーシェはアルプス山脈のグランド・ジョラスに登頂するという偉業を成し遂げた際にもその腕にはビバークがつけられていた。 1964年には200メートル防水を有する初のダイバー,アーツウォッチであるディープブルーが発表された。この腕時計は後に1968年潜水時間を計測できるだけでなくデプスゲージを搭載した初の腕時計バシーが製作したチームにより作られた。1968年には ツインバレルムーブメントと毎時36000振動を誇るフロリダ1 1 6に、キャリバーを有するツインマティックとデュオマティックモデルを発表、絶対的な高精度を誇り、世界的に有名な腕時計となった。フローリアン・エイ・ファーブルとエリック・エイ・ファーブルは、フレデリック・エイ・ファーブルと共に8世代目を代表する人物である。彼らは尊敬を集めた一家が経営を手放すまで、 ファーブルルーバの役員であった。パイオニアスピリット、創造性、芸術性に富む時計作り、そして変革をもたらし続ける精神が8世代にわたり、受け継がれてきたことが、現代のファーブルルーバブランドの基礎となっている。ありがとうございます。